今日オールスターの監督選抜選手が発表され、高橋宏斗投手と松山投手が初めて選ばれました。オールスターをテレビで見ている側だったので、率直に出れて嬉しいなという思いがあります。まあ、ファンの人が本当に喜んでもらえるような野球ができるように重きを置いてやりたいなと思います。まあ、最高の、ストレートだったり、まあ、ボールを投げたいなと思ってます。本気でやってる試合を、まあ、今度は楽しむっていうことを重点的に置いて、違った目線で野球をやっていきたいなというふうに思ってます。